おはようございます。ご無沙汰しておりますグーチャンネルです。今日はですね、常滑の大スターが名古屋の方に来てくれるっていうんで、ランチでも食べながらポジさんのことをちょっとね、根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。ただ私顔がパンパンな上にすこぶる二日酔いなので、浩二さんにどしかられないか不安ですけど、今から待ち合わせ場所に向かいたいと思います。三越周辺で集合なんですけど、フラフラしてるって言ったんですけど、あ、いた、多分あれだ。いや、バス乗らないでしょ。おはようございます。おはようございますバス乗らない、バス乗らないっすよ。さあ、うわ、すみません、お待たせしました。どう行きましょう。名古屋と言ったらひつまぶしということで、うなぎでも食べて精をつけて時節に臨んでもらおうかなと。コロナに負けるな。寒いよ。こいつはダウンはタトラスです。私のもうタトラスです。特にお金はかかってません。かかってますよ。閑静な住宅街ですね、やっぱ白壁は。ボロい。あ、いい佇まいですね。もう入れるんですか。入りましょう、多分11時半ですけど。お願いします。いや、ちょっとこんなちゃんとしたお店なら、あの、誰か他にも来て欲しかったです。大丈夫ですので、はい、誰もいない、誰もいないです。すいません。すごい、タバコはどうですか。タバコはどうですか。一旦ストっていいですかね。タバコ一回吸いましょう。あ、そこまで一旦、一旦お上げください。履物様のお席でご案内いたします。いらっしゃいませ。どこだ。いらっしゃいませ。僕のお席でございます。いや、いいですね。あと2人来れる。あと2人来れますね。あります。ちゃんとね、5枚もらいました。このうなふじって書いてある。開けないといていいですか。来たよって、来たよって、ここに飾っとく。いただきました。ありがとうございます。
はい。じゃあ次はニンニク注射行きます。池田くんちの休日。はい。腹いっぱい。職業 YouTuber でいいですか。ご予算50万以上。1万円から3万円。出ました。夢目あったんですね。夢目があるんですね。すいません。はい。あ、はい。一人6600円ずつお願いします。一緒に。はい、はい。ありがとうございます。軽薄っ。お買い上げです。次は何すか。はい、車の修理。点検終了。あら、あら、これはどなたのでしょう。え、違う。え、あのフロントガラスのないマクラーレン。フロントガラス台抜きだから安いかもしれない。チルトサンドは脅威でしたか。いつの話だ。
退したらやりたい仕事は何ですか？仕事はしません。仕事しません。浜野谷選手、はい、仲がいいので、はい、仲がいいと思いますけど、一緒にいるときどんな話してますか？たわいもないことかな。たわいもないこと。節間中、宿舎ではどんな生活をしてますか？正しい生活。ご飯食べて風呂入ってテレビ見る。入り待ち出待ちが再開したら差し入れ何が嬉しいですか？宿舎で使うもの、使うような水、水でも何でも。とにかくやっぱ宿舎生活。アイマスクみたいにしないですか？ホットアイマスク。ああ、れあればやりますけど、ないんで。はい、こいつ SG 取れるなって思う愛知のルーキーは幽閉ぐらい。幽閉、幽閉くんね。重要視している展示情報は何ですか？
っていくもの、ベスト3。ベスト3、まあ3つ。ないっすね、多分それ。街中であったら声かけていいですか？今はダメ。今一番ダメです。今は。街中でサインくださいってお願いしても大丈夫ですか？今はダメ。今はダメ。レース場以外で常滑の遊び場教えてほしいです。ない。いいよ。焼き物さん。好きなお酒の銘柄は何ですか？ビール。いやいや。マグロ。マグロですね。マグロ。マグロ。一節終了した後、家に帰ってから必ずすることはってありますか？酸素カプセル。最近やってる。置いてあるだけ。旅行に必ず持っていくものやおすすめのものは？旅行。